ホテル来たー、やっと休める。フィリピンのホテル180号室入ります。いいホテルかな。これはずっと誰も入ってきてない感じ。ホコリとカビと酸気を感じます。マジで酸気感じるよね。うん、もう初めてでも気持ち悪くてなんか今バスルーム壁が剥がれてる。そして合ってる虫、水が流れる。何にもない。全部開けた？上は開けた。何もないな。フィリピンサプライズあったらやっぱり生首とか。今はちょっと時計が今こっちの腕時計で10時10分。ホテルの時計で8時45分。もう俺なんかあったんじゃないかと思うんだけど、ここでそんな気がする、うん、だってずっと使われてないんじゃなくておかしくねえだって、うん、まあね、ここにこうなった経緯もねちょっと言ってもいいんじゃない。ああ、まあね、904号室なんでね。そう、904号室で入ってなぜか鍵が開かないというトラブルが発生し、急遽部屋変更、1084号室に。多分1805室に。じゃあ、全部なくなって。あ、また流れた、水。水が勝手に流れるっていうね。そして、髪のあの、なんか、気持ち悪いですね。外は、警察が張り込んでくる。ということで、ちょっとホテルをチェンジしたいと思います。あれ、ここはどこ？ここは、なんもないな。気持ち悪い、マジで。ブロワン、ブランカンのテレビ。俺が気持ち悪い。じゃあ。俺がこんな気持ち悪いってないからね。ここ一度開ける？いい、開ける？開けて。ちゃんと、ここあれ、すみません。うわ、気持ち悪い。怖いな、なんか気持ち悪い。気持ち悪い。スラム街じゃないんだから、おかしい。気持ち悪い。ということで、下は下。下これで、バイソン。こんな感じですね。バケツが入ってて。なんもない。ということで、ホテルを変更したいと思います。こんなホテル泊まったら、呪いで日本に帰りなくて。以上です。